だって、日本農業新聞に連載された、北方健造の歴史小説である。第38回、吉川英治文学賞受賞作品である。陽家小演技を題材にしているが、ほぼ北方のオリジナル小説となっている。陽家小演技は、インターネット上などではともかく、日本語の書籍として出版されたのはこの北方版が、初めてである。 北方の執筆する、水古伝、幼霊殿、学費殿とは同一の世界観を持っており、各作品に登場する、妖精の登場人物はいずれも血縁その他で、本作の妖家軍と関わりがある。創建国から間もない頃、創は、北方の遊牧民族王朝、寮と縁運十六州をめぐる領土争いを繰り広げていた。創には、幼業の率いる幼家将が、 そして、寮には白き狼と呼ばれる名称、やりつき歌があり、激闘を繰り広げる。陽家の人々は一方で、陽家を妬む総内部の関心たちとも戦うのであった。ほぼ、別物と捉えた方が適切で、細かな変更点を数え上げれば、リがない。以下、大きな変更点を述べる。前作から2年、陳屋谷の戦いで、妖行は戦死し、妖家軍は、 壊滅状態だった。生き残った、幼六郎園明、七郎園次ぐは、父、幼業を見殺しにしたそうに、不信感を抱きつつ、妹たちと共に、幼家軍の再編成を図る。そして、六郎園明は母、蔡花から、父の遺品武器家兼を譲り受け、戦場に立つのであった。一方、記憶を失った、幼四郎園老は、石幻化という名を得て、 寮で、やりつきうたのもと、軍人として新たな生活を送っていた。やがて、白遠郎は、かつて自分たちを礼遇した祖国と、寮また血をあけた兄弟と今では、父と同等に尊敬するやりつきうた、どちらを選択するべきかの選択を迫られるのだった。PHP 研究所の漫画雑誌、月刊コミック大河ボリューム1から、 長沢克康作画による漫画版が連載された。同志の休館により中断している。ありがとうございます。